よかったじゃない。よかったって何が？だってきっかけはどうあれ、ようやく自分自身の人生を歩み始めたってことでしょ。今までのめぐるくんは他人が決めた人生を生きてきただけだから、思わぬことで周囲の目が変わったことにイライラするのよ。自分で考えて歩んできた人生なら、たとえ途中で何かあっても自分の決断だから仕方がないって割り切れるはずだもん。でもないよ。それにしても結構複雑な環境で育ったんだ。めぐるくんも苦労してるのね。そういう立花さんはどういう環境で育ったのさ。私のは秘密。じゃあせめてどうしてこの学校を選んだかだけでも聞かせてよ。立花さんって確か京都出身って言ってたよね。自立したかったのよ。だから寮があって親元から離れられる高校を選んだの。それに早く首都圏へ出てきたかったし。なんで？私にはね、夢があるの。夢？そう、大手の出版社から放送局に就職して、いずれ世界を股にかけて活躍するジャーナリストになるのよ。へえ。私がこの学校で新聞部の創設を勝ち取ろうとしているのはそのため。だから協力してね、ゆるく。有名なジャーナリストになった時、助手として雇ってくれるならね。オッケー、約束するわ。誰なの？直人さんって言うんだけど、義理の兄の弟だから義兄弟ってことになるのかな。じゃあなんで？見てよこれ。
留守電メッセージも聞かせてあげようか。いいや。お姉ちゃんに心配かけたくないからはっきりした処置も取れないのよ。何より本人に悪気がないし。ないよ。嘘、にやけてるわよ。え？深刻なんだからね。もうこの留守電聞きなさいよ。だから違うって。橘さん、任せといて、取ってくるわ。いつこ、開けて。一体これはどういう。石井先輩が犯人だったの。え？いつこが？そんなバカな。さっき石井先輩本人からメールが届いた。メールに気づいた私と浅間先輩は急いでここに駆けつけた。
岸本先輩は食堂にいたから気づかなかったんでしょうけど、でも同じメールが届いてると思います。そんな、私が食事に行ってる間に。持ってきたわよ、鍵。貸して。開いたわ。いつか。自殺なんかじゃないわ。どういうこと？昨日会った時、石井さん勉強してたじゃない。明日テストだからって言いながら、その日に自殺するつもりの人がそんなことしてるなんて、全然辻褄が合わないわ。でも追い詰められたのかもしれない。合宿で起きた石井さんの事件を知ってしまったし、何より死神は昨夜僕を襲って失敗してる。それにあの状況じゃ自殺は疑いようがない。分かってるけど、でも何か引っかかるのよ。どうして？私の勘よ。どこにかけたの？直人さん。え？あの人ミステリオタクなの。だからこういうのに詳しいのよ。あ、直人さん。はい、元気です。